そっか、してんじゃねえぞ。負けねえぞ、俺の番だな。おいっほら、やんのか。おいっしゃ、見てろよ、とっておき。ダメだよ。よし、勝ったな。そうだ、手加減しねえぜ。俺の番だな。ほら、ほいった。よし、勝ったな。じゃあ財布置いてけ。舐めるな。やってやるぜ。よし、行こう。はっ、おう。頑張れ。かかってこい。俺の番だな。ほら、おい、来た。
来いよ。いやいや、いい喧嘩だったぜ。あ、いいな。おう、来たかい。おはようございます。おおきな、今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。昨日、あんた何人？5人も相手してクタクタよ。小料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。しけりすぎてホコリも出ねえよ。お一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。違法風俗反対。維新庁から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に中。こちらはブリーチジャパン、横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン、違法風俗反対。維新庁から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に中。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。新庁から撤退せよ。ブリーチジャパン、いわゆる NPO ってやつだ。もう14、5年前か。全てのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは脅迫って意味だよ。グレーゾーンを脅迫か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮、今の東京都知事だ。それって町の浄化作戦をやったっていう。確か、うん、青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張って政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。
しかしてあいつらがここに集まって。こちらの店舗は、しかし2階に上がった客は食事、中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は、それはいかがわしい、近所に住む人間なられっきとした犯罪行為が何十年に、しかし犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々無理しちゃう。おかしいんだよ、ガキンジョどもが。ここ頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜいやましい気持ちがある。守るもののためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん、犯罪でその子が将来親の仕事をし、職業なんて関係ねえ。どんな、じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って、幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほら、いないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんて。ここにいるぜ。2階のゴミ箱に入ってたいろんなもの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。それってもしかして。そらよ。なかなかやるじゃないか一番。なあ、お？はい。では。おう。
おい待った。おい、そうか。おう、どうかするんだよ。負けねえぞ、俺の番ね。強くなっちまったか。クソ、親父のくせに。その元気がありゃ知った、親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな、奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのかい。あの連中の大義名分は立派でも、本音は支援、大義名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。ん？あんたたちホームレスなんだろう？ああ。ここに住まないかい？2階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか？それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか？女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私は。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって、居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に。わからねえな、わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ、でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。本当に住ませてくれるのか？本当に俺らでいいのか？ま、
店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね、仕方なしさ冗談だよ、スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。分かった、住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。分かってるよ、オンに切るぜ。一番、天井があるぞ、天井が。おお、これが俺たちの城だ、立派なもんだぜ。最高だぜ、布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかし、ホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、ナンバって看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番は何か目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから、他のことなんて。組長さんのことか。ああ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ、もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった。え、あなんだっけな。もったいぶるなよ、照れてんのか。ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ、勇者、どういうこと。ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよそれゲームのキャラだろありえねえよ悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ、なりたいもんになりてって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。それは職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろう。
生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。金だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。何、何て言ったんだ。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はい、また今夜や。え、何なんだこの人、知り合いか。神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか。大丈夫、いやそうでもねえな。クビになったよ警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたはたった一人でこの場所見つけ出したのか。ふふ、春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。
まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。でいや、お前には分かんねえか。なんだよ、感じはいいな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは？カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに？あんた春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着とした。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をお目こぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何をできるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その子分だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの子分だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ復讐。話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺された。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でわっぱをかけた。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻、つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が、うん、俺はすぐ捜査本部に報告した。そのでも、アリバイの証言は勝ったが、上は目撃した証人、そこまで言われると自信がないと言わせるまで。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ、ところが起訴した容疑者が白だったとなれば大事。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どこだから、目撃証言なんだよ。本当に白なら他にも無実の証拠が出で、結局逮捕した党の刑事たちさえ白と見てた。くすみは神さんや子供を残したまま首を吊ったよ。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。神奈川県警には偉人さん、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくね。だからお偉いさんは早いとこてめえの任期中に問題。だからってそれで無実。当時まだ青かった俺もそう思った。だから、だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。人脈も半端じゃなかった。リークした情報は一切世にクビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこ。そいつが今や警視。俺も全部忘れちゃう。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がね。男が三人も集まって何ちちくりやってんだい？ああ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ、もう10時だよ。あんたたち今日はハロー。あ、やべえ、そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな足立さん、俺ら仕事。
だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで？俺だって今は無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来だから退職金当てにしてたんだけどな。免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかよ。うるせえ、俺は酒と女ほら。なあ、くそ、なあ、マジか。そうだ。勇者がどうとか、もう現実見ろよ。俺だ、まあいいや。おい、来た。やめろよ。どうした？見てろよ。ほら来いよ。行くぞ。やってみろ。やめろ。行くぞ。おっしゃ。行くぞ。やつ、とどめだ。
せよ。やってやろう。おら、ガラしてみろ。これで俺の前に。どうした、とっておき。ザコなめんなよ。俺の番だな。ほらほら、やってやろう。俺の番か。仕留める。おい、来た。強くなった気がするぜ。やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だな。あ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと、要は自称だろ、自称なら思い込んだもんが近む。よし、やっぱり俺は。全く調子のいいやつだぜ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金。そうだな、まずは金だな。本当に人生は。楽に仕掛けばいい。俺の番だな。よし、行くぞ。
おい、なんだ。待てよ。おう。おい。ありがとうよ。
ありがとうございました。
良くなっちまったか。へえ、まったく、まあ、こんなのに慣れたか。ほうほう、こう、やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。学名は何にするか。コウモリ男とかでも。おい、あ、ああすまん、この辺でなかなか見ない輩だったから。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、辻門博士だ。辻門博士気になるか。貴重な辻門のデータ入手に協力してくれた礼に。お茶菓子だってよ。だけどよ、この博士、食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。たち、ここが俺の事務所、通称辻門センターだ。ただの雑居ビルの一室。さて、辻門について聞きたいんだ。辻門とはその筋のものという意味だ。あ、まあよ、俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を。で、あ、それは平和、この世界、特にこの偉人町は。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類。ああ、だろう。多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目、そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間だから、俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げる。なるほどな、おっさん。だがなんでそんなことを始め。まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかくデータの収集は。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込む。まあそれ、はあ、どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込む。そういうやつが見つかるといい。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ、まさか俺たちに筋。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わ。戦うことになってしまった時に情報を登録し、どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪いやつらと頻繁に戦って、ならついでに協力してくれとは言った。頼む、辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。お礼だってよ。俺に押し付けるなよ。タグ、分かったよ。確かに誰。ありがとう、恩に着る。よろしく。たで登録って。ああ、簡単だよ。まずは俺の作ったアップ。さて、あとは辻門の登録の仕方だが、百聞は。ああ出て。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。ああ、よくわからねえが、そうだな。じゃあ、青だな。わかった。よし、お前らは青。さて、じゃあ、と、え？もしかして。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け、登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。いい加減しねえぞ。俺の番だな。ほら、行くぜ。なんだよ。俺の番ね。とっておき。さあ、死な。無念だ。
どうして来いよ。ほら来いよ。逃げるな。行くぞ。ざるんなよ。やってやるぞ。決める。よし行くぞ。ほら来いよ。おい来た。ほら来いよ。見てろよ。とっておき。俺の番か。してみる。俺の番ね。どうした。見てろよ。やってみろ。とっておきだ。強くなった気がするぜ。見事だ。お前らを選んだ俺の目。そいつはどう思う。ああ、ほらアプリを開いて。こんな感じでいろいろな筋門を倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこっち。なんだか面倒なことに巻き。ああ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃねえか。まあそうだな。それじゃあこの世界の平和のためによろしく頼んだ。水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い。お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないですかってよ。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。乙姫ランドでございます。なんだ、ナロハちゃん。ん、ああ、そう、休むってこと。で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの。え、早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん、泣いてんの、やめて。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい。はあ、ったくやってらんないね最近。ダメだ、悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。はあ、ん？なんだ？ハロワの親父からは、なんとか雇って。何でもやる根性のあるね。あのおっさんが何でもやるって言ったって。まあ、あの神戸って所長にはもう、世の中他にも仕事はたくさん。
おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ちを追うぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。うん？ああ。お。おう。なあ、くそ。へえ。おい。なあ。おい。よ。で、お？おい。はい。
いえ。なんだって？はい。え？いや。なんだ？
じゃあ。Huh?